こんにちは、R34 の T シャツ、いいですね。着てくれてるんですね。なんか懐かしいですね、R34 の T シャツ送ったのも。ずいぶん前のような気もするし、最近のような気がします。それから動画にアフィリエイト、Amazon のアソシエイトをつけたりとかするんだね。私もやってるんですよ。だからね、いつの間にかお金が入ってるって感じですよね。もうなんかいつ作った動画かもう忘れましたし、そのうちリンクも切れるんだろうなと思うんですけども、リンクが切れても、ここにね、オーバーロール広告とか出るじゃないですか。だから結局、なんかアフィリエイトしてなくても、アドセンスは効いてるんで、まあいいかなっていうところありますね。で、吉谷さんね、今日からね、私ね、これが届き始めるんですよ。これ。週刊ナイトライダー。でかいでしょ。で、これ週に1回、ナイトライダーのパーツが届いて、でけえな。すごいでかいですよ。ボンネットがこれですからね。車体が6、70センチぐらいになるんじゃないですか、このぐらいに。うん。まあこれがね、今日から送られてきたんで、少しずつ作っていって、まあ私の場合1分の1があるんでね、それと合わせて、こちらの8分の1モデルですか。でかい。すごいでかい。このキットも作っていこうかなと思うんですけども、これ週に1本送られてきて、1冊1万、1980円なんで、完成する頃には20数万円使ってるっていう、計算ですね。もうね、俺から搾取するのやめてくれよって感じですけども、こうやって欲しい商品が出て、まあほとんどのものは我慢せずに買えるようになったのは本当ありがたいなと思ってますね。で、1分の1 の, キットも持ってるし、8分の1も持ってるしって感じで、本当になんかね、情報発信して、今その情報化社会って言われるのは、なんで情報化社会かっていうと、誰でも情報発信してもいいっていうことになったからなんですよ。で、もともと誰でも情報発信してよかったんですけども、その口コミっていうのは届く範囲が決まってたんですよね。せいぜい周りの数十人ぐらいに届いたらいい方ですよ、ね、でもこのインターネットの力を使ったら、今ね、中学生でも高校生でもリツイートなんかね、10万件とかって存在するんですよね。まあバカッターみたいなのはちょっと我慢できないなって、許されないことですけども、まあきちんとやっても普通の人が有名になれるっていうか、すごいですよね、その名言を生み出せるっていうのは。だからね、情報発信をしっかりと使うことによって、自分の人生がこの時代の上りのエスカレーターに乗るんじゃないかなと思うんですよね。で、結果収入にもなるし、依存しない生き方っていうんですか、結局いろんな会社に多くの方が就職したがりますけども、その会社を知らせることがなかなか難しいんですよね。いやいや、広告活動か広報活動が。でもそんな会社に入らなくても、今個人で広報活動ができる時代なんで、どん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 情報発信していけばね、自分のビジネスが立ち上がるんだろうなと思いますよね。ね、週刊ナイトライダー、ついに来ましたよ。ナイトライダーを持ってる人がこれすら買うみたいなね、いるんじゃないですか、他にも、全国にも何人も。本物の車が買えない人がこれを買うっていうので、またね、このナイト2000が脚光を浴びつつあるんじゃないかなと思います。いやー、吉谷さん、だから R34 もブームがガン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 来るんですけども、トランザムもね、たまにこうやってブーム来させてくださいよ。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。